画面の前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。明けましておめでとうございます。去年のね、最後の動画に皆さんね、たくさんコメントくれてありがとうございます。各動画でね、各動画、あのブラッドボーン、まあスターウォーズ、まあなんかあげるとしてリンボーとかね、あの各動画の一番最初で明けましておめでとうございますと一応毎回言おうと思ってますので、今回は新年一発目の動画はこちらになりますので、こちらでご挨拶させていただきます。今年もよろしくお願いします。これからはね、まあ、またさらになんか面白いことをやれたらなと思って、実況頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。初めてましての方はね、初めましてよろしくお願いします。私ゆうきと申します。よろしくお願いします。今回ね、フォールアウト4これからやっていきたいと思うんですけども、このゲーム自体は本当に、まあ、正直初めてやるんですよ。フォールアウトシリーズをやったことがないので、おそらくメインストーリーみたいなのをこうタラタラ上げていくって感じじゃないかもしれないです。ちょっと気ままに上げていきますんでよろしくお願いします。とりあえず1本目2本目ぐらいまではちょっとね、順路に沿ってやっていくかなって感じなんでね、わかんないですけど、クラフトねの部分とかもちょっとね、ちょっと面白いのが作れたらなと思ってますんで、それではまあ今年も皆さん温かい目でよろしくお願いします。マイペースにやっていきます。それでは本編どうぞ。急いで、あなた、あなた急いで、核が来ちゃう。せっかく幸せだ、せっかくフシからまともな人間だったのに、せっかく、ちょっとあなたいつもゲームばっか、ゲームとかね、実況とかばっかやってんだから、こういう時くらい役に立ちなさいよ。あなたちょっとあれね、思ったよりすごいがたいしてるわね。あなたこんながたいしてたかしら。こんな体つきでかくないんだけどなここまででかくないんだけど、ちょっと大丈夫、みんな、そうでない人は家に帰ってください。みんな不安そうだわ。あなたあなた、あれ、あなたそんななんか偽キリュウカズマみたいな顔してたかしら。ちょっと通して、どうするの。入れてリストに載っているから。うわ、すげえ、何これ、ボトムズみたいのいる。成人女性、よし、進んで。ありがとう、幸運を祈ります。あなた早く、神の保管もありました。さあ、ゲートの外のあの人たちはどうなるの。普段ゲームばっかやってんだから、さあ進んで。結構俊敏ね、あなたね。あなたちょっと上の体つきに対してちょっとズボンピチピチすぎなんじゃないかしら、これ。プラットフォームに乗って あそこ乗るの。オッケー、乗るわ。よし、乗ったわよ。あと少しよ、ショーンは大丈夫。大丈夫、私たちの子供大丈夫。うまくいくさ。よかった。愛してるよ。なんというか。おお。おう。うう。かく。もっと早く動かないのか。やばいやばい。おお。すごい。これは放射能とか大丈夫これ。かくでしょ。かくらしいよこれね、皆さんね。なんて言ったって核らしいんでね。まあ無事避難できたんでしょうね、これでね。あ、無事、ああ降りてますね。大丈夫よ、私たちは生き残ったわ。あなたも大丈夫。エレベーターから降りた後は、あなた今の爆風でこれ紙、あなたかすったんじゃないこれ、頭かすったんじゃないかしら。こんな、あ、おかしいな、こんな顔、こんな偽キリュウカズマみたいな顔になっちゃってるけど、こんな感じしたつもりなかったんだけど。着いたわ。すみません、階段を登ってください。階段を登ってください。ラジオ、さあ階段を上がろう、みんなで。さあ避難施設にね、逃げよう。核シェルターみたいなところかな、これは。ボルト111、ウェルカムホーム。ん、お、なんかすごい古いゲートをくぐって、この先に進むにはスーツが必要になります。このスーツ着なきゃいけないの？ダサいな。それで次は X-Men みたいなやつだね。
先を案内します。ドクターに、ボルトテックドクター、ここの施設のドクターでしょうか。失礼。行くわよ。ここが新しい。きっと気に入られますよ。なんかここは我が社の中でも最も進んだ設備が。なんか G ショックでかくない？ドクター。物が素晴らしくないというわけではないですか。なんなのこれ。でかすぎでしょ G ショックこれ。頑丈さを求めてでかくなっちゃった感じ。どれくらいの期間ここにいることになると。さあ行くわよ。オーケーテーションで全てお話しします。あなた来てる？あ、来てるわね。あなたあれね。本当暑がりね、こんな時期でも半袖着て。もう今12月よ、あなた頭の中まで筋肉になっちゃったのかしら。本当ね、まあね、私の旦那はね、昔勇気のソウルっていう名前でね、実況とかもやってましたけど、今はね、ただの体を鍛えるだけの、そんな旦那に。ここ入んの？ママがここにいるから。体を鍛えるだけの旦那になり下がったけど、まあね、力あるだけマシだわ。あ、入った。あれ、あいつの前に来たんだ。あいつそういえば T シャツズボンだったな。いつ来たんだ。すず早いな。何これ、脱出ポットみたいなやつ。乗員のバイタル正常。ん、手順終了。なんか海の家のそばにある。あ、なに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 、あれ動かないよ視点が。簡易トイレみたいな。何これ、はぁはぁ言ってるよ。何が行われてんのこの中で。はぁはぁ言ってるよ。はぁはぁ、あれ、お、真っ白なままだけど何これ。おお、あー、なんか薄くなってきたぞ。あ、冷却室みたいなやつ、これ曇ってるもんね。お、なんか来たよ。お、あら、これあなた大丈夫？あなた？なんか開けられたよ。赤ちゃんも一緒に入ってて大丈夫なのこれ。ちょっとやめなさい、私の子よ。ちょっと、あなたそんな筋肉でこんなぐいぐい赤ちゃん引っ張ったら首が、あっちょっと私が、私っていうか私じゃない、私じゃないけど私が。うわー、なんかいかにもね、なんか千利休を悪くしたような感じの千利休ではないな。私が死んでしまった。私、うん、私が生きてるけど私が死んだの。だ、何、私はどうなったの。私は誰ちょっと待って、何がなんだよう分からんわ。また目が覚めました。あ、冷却室からとりあえず出ないとね。開いた開いた、よし開けろ。うえ、核が落ちてきて地下施設に入って、なぜか冷凍装置に入れられたと。ちょっとあなたどうなってんの。ああ、冗談じゃない。なんか解除できるはずなのに。開ける、ね、あ、開いた開いた。あった、ああ、こんなことをした奴を見つけて結婚指輪取った。ショーンを取り戻す。あなた約束よ。あなた元気でね、よく頑張ったわ、あなた人生。子供のために私行くわ。また騎士に戻る時が来たのね。ん？他の人は？あ、開かないんだ。みんな死んでんのこれ。さあ行くわよ。私がまた旅に出る時が来たのね。長く連れ添った彼だったけど。マグカップ、クリップボード取る、結構あるな。おおおおおお、面白い面白い、いっぱい取れる、いっぱい取れる、いっぱい取れる、スポンスポン取れるよ、すごいいっぱいある。
開く？開かないね。これ全部開かないんですね、多分ね。ターミナルを使う。生命維持オフライン、ははははは。ポット収容、ほう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 。おお、来てくれた。ああ、生命維持装置停止による窒息死。ああ、なるほど。オッケーオッケー。みんな窒息死しちゃったのね、装置が固まっちゃって。なるほど。とりあえずこっちはいけないのかな。じゃあもうみんなこれ死んでるってことでよろしいですか。返事してください。よろしいですか。声出してこう、声出してこう、声出してこうか。大丈夫か、大丈夫か。まだ倒れられないぞ。子供が待ってる。こっちかな。こっちも開く。開きません。こっちですね。ああ、非常出口が開かないって言ってますね。オーバーライドに。うん？なんだ？でかい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 。何これ何これ。こっち。オープン。オープンしない。取れません。マグカップ取る。マグカップ取ってもしょうがないんだよな。お、注射器みたいなの取る。おお、ほう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 。タバコ。使い古された。ファイル。そして、よっからシュッと椅子に座ると。ちょっと休んでる場合じゃない。さあ行くぞ。よっ。開きましたね。もっと先行く感じ？なんか出てくる？さらに先へ。やべ、なんかいる。ちょっと待って。あ、これか。え、なんか武器とかないの？素手？なんか、でっけえゴキブリに見えんだけど。なんもないの？マジかよ。椅子でいいじゃん。椅子ダメ？座るしかできないのか。え？なんもないぞ、ほんとに。あれ？パンチングで行く感じ？あ、いなくなってる。え？ほんとなんもないの？これ。じゃあパンチングで行くか。しょうがねえな。あ、なんかある。おおお、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。びっくりした。十字キーを押してお気に入りアイテムを表示します。セキュリティバトン、これだね。今持ってるスティームパックっていうのはもしかしたら回復かな、これは。R2 殴る。 R2 を押して攻撃します。 OK、 いくぞ。だら、一撃だぜ。どうした？やろう。巨大ローチ。あ、ラットローチの肉。うえ、う、気持ち悪い。ゾクッとした。あ、気持ち悪い。ゾ、あ、ここにも落ちてたわ。巨大ローチの肉いらんくない？いるこれ。お、ゴキブリの肉食ってどうすんかっていうね。ゴキブリです、はい、そうです、っつって。あれ、ちょっと待って、こっちは何やろ。こっちは何ですかね。ああ、なんかあるよ。マグカップ瓶、マグカップ瓶、瓶瓶いっぱい。あー、いっぱいある。おい、気持ちいい。スカスカなんて取れるのがいいよね、やっぱね。アイテムに目がくらんじゃうな、このゲーム。銃とかないのかな。まあ私はね、後で説明しますけど、昔ね、まあ本当昔の話なんだけど、昔はね、騎士をね、やってたから、多少はね、こういう近接武器でなんとかなるわ。机にも何も入ってないわね。特にそれなりな強い武器はもう今、このバトンで戦う感じだろうね、多分ね。おわ、すげえ。これもうなんかすげえ時間かかるぞ、これ。おー。へー、
なんもねえ。なんもねえぞ。おや？ここ何の部屋よ。なんもないじゃん、ここ。何もないっすね。行きましょう。ん？なんかカランっつったよ。あ、ワンカップしてる。ピン押してる。地面も見なきゃいけないのか。結構あるね、アイテムがこれ。じゃあこっち行こうか。オッケー。これ何？いて！あ、電気が放電してんのか。こっち？L2 押してガード。なるほど、OK。さあ、来いよ。あら！おい、ぴしゃ！甘い。ああ、気持ち悪い。尻の、うっ。ああ、気持ち悪い。尻、尻の先気持ち悪い。気持ち悪い。あれ、何、何、何？どうしたの？あ、スーツ着てるよ。白骨してるって、そんぐらいしゃぶり尽くされたってこと？それか、何？吸い取られたの？ゴキブリに？お肉とか脂肪とか全部？すごいね。吸血ゴキブリみたいな感じ？あ、あら！あ！ FPS 舐めんな！ FPS 舐めんなよ。さあ、さらに先へ。ゴー！あ、111って書いてあった今。結構近いんじゃない出口。もしかしたら。おう！スティームパッカー体力、最大体力の 30% を回復し、ダメージを受けた部位を注意します。なるほど。やっぱ回復ですね。残ったものは、これが全部？ないね、誰もね。こりゃ。およっしゃ！来たよ。来た。L2M。L2M。OKOK。L2M で多分攻撃ボタン R2 だから射撃も R2。あれ、またあった。10あったらもうね。もう、もうもらいもんですよ。こっちたらね。近接もいけてね。10もあるなんてもうこんなのね。朝飯前ですよ。10手に入れちゃえば。もうあれだな。全クリ確定ですよ。入ってない。入ってない。こっちは見た。じゃあこっちでよろしいかしら。ターミナルがどこかにいる。ターミナルがどこかにいる。ターミナル。これか。ああ、あったあった、これだ。ターミナルがどこかにいるって言うわって言ったぞ、今。オッケー。まあ大体これは、なんかあれだね。説明。これかな。トンネルを開きます。開いた。結構テンポいいよ。さて。お、いた。オッケー。ふん！甘い。四角リロード、一緒。コットと一緒。あれ？当たってねえ！当たんねえ、当たんねえ！何何何？コットと一緒。ダッシュも一緒。全部一緒。早っ！さすがゴキブリ。当たんねえ！ FPS ダメんだ。難しいな。思ったより難しいな。当てづらいわ。コットと一緒。全く一緒。OK。やりやすい。うわ、結構いるぞ。マジか。ゆっくり狙っていくか。一体。あれ？なんだ？あれ？当てずれ、当てずれ。やべやべ、死ぬ死ぬ。バカ野郎、こんなとこに死んでどうすんだ。当てずら、ゴキブリ。当てづらいし、気持ち悪いし、何これ。どうせあれなんじゃないの、原爆かなんか落とされたからさ、放射能ってでっかくなっちゃったとか、そんなオチじゃないのこれ。違うの、そういうなんか漫画見たことあるよ、昔。放射能ででっかくなったみたいな。ねえ、超人ハルクみたいなやつですよ。いない。この肉何に使うの、このゴキブリの肉。なんか使うことある。こっちもあるな。
あ、ここ最初のとこだ。こっちなんかある？見えねえ見えねえ。くれえな、ここん？なんか音する。キョ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 っつったよ。キョ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 って。あ、いたいた。ふっふっ。腰打ち、腰打ちの方が当てやすいかもな、地面いるときな。これは何だろう。なんか全然よくわかんないぞ。こっち何？ない。ここかな？あー、この中あるよ。あ、これ違うの？何？あ、 G-SHOCK だ。いや、よく取れるなこれ。まあ慣れてんだよね、実はこの子ね。こういうの慣れてんすよ、もともとね、そういう子だから。 OK、 装着。 G-SHOCK スイッチオン。あー、なんか思ったよりアナログなんですけど、昔の PC みたいな。お、何これ、なんかあれ、なんかミスタードーナツのキャラに似てんだけど。あー、はい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 。あー、ステータス画面みたいな感じね、これがね。了解。これでやめると。 OK。 そしてこれを開ける。 OK、 開けます。で、どうすんの？あ、スイッチ押す。おお、何これ、すごい潜水艦みたいな感じ。これ何これ、すげえすげえすげえ、なんかディズニーみたい。ボルト111。おーって全然よく分かってないけど、え、なにこれなにこれ。ははははははは、はこんななってんだ。お、こっち出る感じ。あ、ここか、ここか。そうだ、このふるべかしいゲートをくぐり、さあ、光のもとへ。あ、こっちか。オッケー。ここでいいのかな。あー、これ最初降りてきたところか。やっと外へ出れる。よーし。さあ、出るぞ。間違えた。さあ、出るぞ。今度はまるでしゃがむんだけど違うんだな。お、何これ。ん？外見？あれ？キャラメイクしたけどな。またでき、あ、またできるんですね。なるほどね。こういう顔してます、主人公はね。はい。こういう顔しておりました、実は。はい。それでですね、違う。体型もこれでよくて、ステータスはね、ちょっとよくわかんないんで、こうしました。カリスマを上げといた方がいいっていうのを聞いたんで。で、名前はね、やっぱり、ルカディエル。ね、ダークソウル2の、ルカちゃんでね、いきたいと思います。せっかくね、結婚して、子供も生まれてたんですけど、ルカちゃんっていうね、感じになってますんで、よろしくお願いします。結局、ルカちゃんにするっていうね、でね、一応ね、ちょっとしたね、こだわりが多少ありまして、左のね、左の顔面っていうか顔がね、不死になってたのがルカちゃんの顔なんでね、ここに今回傷跡をちょっとだけ残してますんでね、治ったけどちょっと傷跡は残っちゃったみたいな感じにしてますんで、はい。じゃあちょっとここで休憩しようかな。はい、じゃあ一回休憩しまーす。さあ、地上へ戻るわよ。地上どうなってるのかしら。行くわよ。さあね、自己紹介忘れてました。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。もうね、今回もね、やはり、バカの一つ覚えのようにね、ルカティエル、ルカちゃんをね、ゲームの主人公としてやっていきたいと思います。フォールアウト4ね、
実はね、こっそり買ってて、買ってまして、ね、ちょっと放置してたんで。そうなんですよ。ただ、動画にしよう、するの、どうかなと思ってたんですよ。シリーズ初プレイなんですよね。フォールアウトシリーズ自体が。はい。なので、うおー。明るい。これがシャバね。で、シリーズ初参戦なので、まあ、どっちかっていうとね、なんかクラフトして遊んだりとか、そういうのをね、マイペースで上げていけたらなと思っております。ストーリーはね、どうならやるかな。最後までやるけどね、動画にするかな。ちょ、怖えな。ちょ、待って、武器。これが、セキュリティバトン。バツと丸がね、こうか。バツと丸が、逆なんですよ。海外のゲームだからね。だからこれがね、すごい、非常に慣れるまで時間かかりそうだけど。サンクチュアリー。L3 を押すとダッシュします。こうね。まあ、コットと一緒ね。コットと一緒で、左のグリグリを縦押しするとこう行くから。うん。ん？木ですね。お！ゴメス。あ、ゴス。おお、久しぶりじゃねえか。ご主人様じゃないですか。久しぶりだな。しまうのどうやってるんだ。なんてこと。あ、どうした。現実だなんて嘘よ。あ、選択肢選んじゃったよ。現実だ。現実じゃないですって。うん。一体何の話。何が起きたんだ。私がいない間に何が起きた。旦那様にあなた方人間が好きなハグをしてもらったらどうですか。私の、うん。旦那様はどちらですか。結城のソウルは死んだわ。結城のソウルは奴らに殺されたの。殺された。奥様おっしゃっていることですが、そのありえません。気分転換でもしましょうか。そうです、気分転換して落ち着きましょう。最後のまともな家族団らんをしてから随分経ちますね。チェッカー、いやジェスチャーゲームでしたね。ショーン・ボッチャンはあのゲームが大好きですよね。そうジェスチャーゲームね。ね、あの子は一緒ですか、うん、私がね、よくねウミガメの顔のモノマネとかやって遊ばね、よくショーン・ボッチャンは泣きじゃくってたっけ。ショーンは誘拐されたわ。ショーンは誘拐された。でも必ず見つけ出すつもり。あの子を取り戻す。思ったよりひどいですね、うん、なるほど。どうやら空腹誘発性こいつこいつなんだよ、言うこと聞かねえな。ちょ、いやいや、主人の言うこと聞け。200年、200年が経ったの。ですって。嘘でしょ。200年経ったってこと。ああ、210年とちょっとです。210年とちょっと。ああ、あの冷却室で眠らされてたってことね。ということは2世紀ぶりの夕食ということです。へえ、簡単な軽食を作りましょうか。お腹が空いているのでは。まあもらおうか。食べる。食べ物。だってどんだけ食べてないんだよ。あの少し考え説得の難易度は黄色、簡単、オレンジ色、普通、赤色、難しいのように、文字の色で示されますと。カリスマ値を上げると説得の成功率が上がります。なるほど。ほほほほほほ。黄色が一番いいってことかな、じゃあ。あ、四角でしまいますね。タイヤ、すごいね、しかし映像がね。そうでね、私がね、これをね、買ってきた日に、ね、ちょっとね、友人が来てて、友人も遊び来てて、で、それ、ちょっとね、これやらせてくれよって言われて、あ、いいよ、つって、で、まあ、適当にやらしてたんですね。だからね、おもむろにね、1個セーブデータが謎に残ってるっていう消しましたけど消しましたけど、どうぞ奥様。
ちょっと気になってたからやらせてくれよっつって。隠れているだけかもしれません。そのレッドメナスから。なんか取ったよ。シュガーボムを追加しました。ありがとう。レッドメナス。なんだろうねこれ。レッドメナス。プロレスラーみたいなね。もちろん共産党員です。ロシア人、そして中国人も。あ、いろんな国の人間が集まってるみたいな感じね。あんたバカだ。レッドメナスですって。冗談言わないで。いい考えがあります。ほうほう。一緒に探しましょう。ショーン・ボッチャンを。私にとっても家族なのです。ショーン・ボッチャンが何年前。大丈夫？コズワス、本当に大丈夫なの？私、その。出てきた、ミスタードーナツ。本当にひどかったんですよ。2世紀もの間、話す人も使える人もいなくて、最初の10年は。すごいね。電源はどうしてんのこいつ。ソーラー的な？多分この辺みんな見てんだろうね、きっとね。いろんな人動画上げてるし。はいはいはい。まあわかる。レトロだよね。かなり。かなり近未来的だけどレトロだよね、デザインがね。何を知ってる？コズワス、何を知ってるの？あいにく何も知らないんです。何も知らないんだ。兵士爆弾が落ちてきて。はいはいはい。皆様とても急いで行ってしまった。逃げたからね。ごめんな。あなた様もご家族も亡くなられたとばかり。ごめんな。このテープを見つけました。旦那様がプレゼントなさるつもりだったのでしょう。旦那がサプライズで。おお、勇気のソウルが。あんなことになって。そう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 、あのね、テープ残したんだよね。何が入ってた？テープに。テープ大丈夫？あの全裸の全裸の裸ダンスとかじゃなくて。礼儀作法プロトコルが私に再生するのを許可しようと。あ、再生できないんだ。標準のホロテープ読み取り機だったらどれでも再生できるはずです。はい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 。そういうことね。腕につけたピップボーイでも見られます。さあ気を取り直して近所を一緒に探しましょう。なるほど。旦那様とショーンボンちゃんがひょっこり現れるかもしれません。わかった。わかった。案内して。使えられて光栄です奥様。おお、ふーふーふー、どこ行っちゃったの。まあ、ほっとこ。すげえ。すごいね。三人称にもできるらしいんですよ、スターウォーズみたいに。あ、三角がジャンプかな。あ、これしゃがみだ。右スティック縦押しは、なになに。おー、来た。おー、やるじゃん。強強強強いね。これ何？数匹のハエ以外は何もありません。何これ？妖怪ウォッチ？動きを察知しました。あ、このハエの肉も取れる感じ。すごいね。ワンダーグルー。いっぱいあるよ。ドレッサー、何もない。金庫。ヘアピンを持っていたら、ね。ヘアピンがないから開けられないって。いや、あ、こういうのもあるんだ。綺麗ななんとかスーツみたいなの撮ったよ。おお、こっち。あ、パンプキン撮った。ビール瓶結構ゲットできるね。これ何？妖怪ウォッチ。いやいや、パンプキンだわ。何でも分かんないものを何でも妖怪ウォッチにするのがね、あのおじさんとかの癖ですからね。何もないっすね。あ、まあ大体この辺はない感じかな。あ、トースターゲット、風船ガムゲット。ああ、なんかここにもいた、ハエの死骸。うえ、あれ、ドッグボールゲット。犬がね、出てくるっていうのをね、知ってるんですよ。PV 見たんでね。
ちょっとね、このゲーム自体やったことないんで、見たんですよ、少し。PV はね、見たんですけど。あ、どこ行ったあいつ。あれ、いなくなっちゃった。あれ？おい。あれ、どこ行った？こっち？いませんね。あれ、あいつどこ行った？ちょっと一人しないで。あれ、どこ行った？こっち？ん？うわ、すげえ、超ワクワクする。広くて。でね、そのね、人ん家の PS4 でね、勝手にやってた友人も、おお、これ絶対買うわ、っつって帰ってったんですけど、僕、なんかね、なんか適当に、パソコンいじって、編集とかしてたんで、全くゲーム、なんかね、ちょろちょろ音は聞こえてたんですけどね。全くゲームは見てなかったんで。あれ、どっか行っちゃったよ。待って待って、時間がなくなる、尺が。ぴょん。あれあれあれ、どこ行った？なんかないのか。マップみたいなのあったよね、さっきね。これとかでわかんない。あー、いたいた。これか。所持品タブで R1 を押すとアイテムをお気に入り登録できます。マップタイプのマーカーから、その場所にファストトラベルします。コズワースと近隣を調べる。ん？あ、これがコズワースかな。じゃあこっちか。ここの中にいるのかな。この辺にいそうな気がするな。いない。あれ、なんかこの辺にマーカーが出てたように見えたんだけど、違うかな。はあ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 。すべてのラジオ局に放送範囲があります。ああ、ラジオも聞けるんだ。ほう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 。結構これ、便利グッズなんだね、この G-SHOCK ね。こっちか？あれ、コズワースのマークじゃないのかな？いや、こっちだな。なんか四角いのがある。こっち行ってみよう。あ、なんかあるよ。これ取れる？あ、これも取れる。花だ。これは？あ、これ取れないんだ。ん？なんかいる気がしないな、こっち。いきなり見失ったぞ。なんだこれ。なんだこれ。いきなり見失ったぞ。どこ行ったんだ、あいつ。どこ行っちゃったんだ。本当わかんない。なにこれ。全然わかんないな、初見すぎて。サンクチュアリ、あ、ボルト、はい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 。ゴズワースと近隣を調べるだよね。絶対この辺にいいんだよ。ここか？このライト何？ん？あ、なんかある。あれ？もうダメだな。これ以上進めないわ。なんだこれ。あ、ドレッサー、カジュアル服って入ってた、今、ここに。OK、ゲット。コズワース、どこ行っちゃったんだろうね。みんな、積んだか。ドレッサーからです。机からです。面白え、これ。ほうき？椅子座る。これ面白いね。これ面白いな。こう探索してるだけですごいっすね。なんか時間がどんどん過ぎていく感じなのがわかるわ。なんかね、このゲームやりすぎてね、奥さんが出てっちゃって、さらに仕事も辞めて、で、まあさらに、このゲームの会社をそのせいで訴えるっていうね、すごい人が出てきたっていうのはね、見ましたけど、まとめサイトで。いやー、面白い。ちょっといいや。ゴズワースいいか探検してみる、ちょっとね。もうあと何分かで終わりなんで、撮影はね。これなんだ？
武器作業台だって。あ、改造できるんだ武器を。ほほほほほ、今はちょっとできないな、素材がないでないよね、きっとね。ワークショップエリアでモジュール用と工業のステーションは保管されたアイテムを自動的に共有しますが、そのエリアではワークショップをアンロックした場合に限られますと。はははは。あ、アイテムが、アイテムはワークショップで全て、まあどこのワークショップ行ったとしてもまあ同じなんだろうね。うえー、すげえ作れる。うわー、何これ、超面白そう。うわー、これやばい、マイクラみたいじゃん。はあ、なるほど。じゃあとりあえずこの辺を、周辺地域をね、ワーク建造エリア、ま、真ん中のタッチパネルを長押ししてワークショップメニューを開きますと。あ、人間、食料、水とかいろいろあるね。パワー、あれ、これ何、黄色くなった。あれ、さっきまでこれ、あ、普通の時は何も変化しないけど、ワークショップを開くと、解体、あ、解体して素材になるんだ、こうやって。これで素材集めるわけね。ああ、いっぱいある、いっぱいある。多分これ解体でいいんだよね。木材、木材、すげえこれ木材。あ、これすごい、鉄、木材、コンクリート、ゴム、ま、木は木材だよね基本ね。この立ってる木とかいけんの、いけんのこれも木材。すげえ、なくなっちった木が。マイクラだわこれ、ちょっとしたマイクラね。これも、あ、いける、やべえ、楽しい。あれ、緑は何、緑は、あ、持てる持てる、緑は解体と、あ、場所こうやって変えられるんだ。あ、 L2R2 で回転、やばい、やべえ、超面白いこれ、これ面白いな、これやばいだろこのゲーム、想像力、まさかここまでクラフトできると思ってなかったから。あ、車、錆びた車ね、これ解体でしょ、いらないもんこんなの。この木くずは、あ、これできないんだ、できるとことできないところがあるのね。じゃあポストもやっちゃう、鉄にしちゃって、ドアは鉄、これ面白いぞ。おおお、あ、タイヤとバスタブが、ん、入れるってなんだ、ワークショップにバス、あ、保管もできる、あ、わかったわかった、緑が保管できるんだ、で黄色は解体しかできないってことね。じゃあ黄色はどんどん解体しちゃっていい感じなんだこれ、多分解体しか出てないから木材でしょ。うわ、超面白いこれ。あ、時間だ、よし、これ最後に三人称ってどうやってやるのこれ。あ、これだ、こうね、 OKOK。 それでは、私とね、視点を調節しますと、私とルカティエルのフォールアウト4。まあね、マイペースにやっていきますんで、ストーリーもやりますけども、主に、こういうね、クラフトとかをやって、何か作ったら撮影とか、何かね、進展があったら撮影っていう感じにしていきたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。良きサバイバルクラフト生活を楽しんでください。またね。あれ、ちょっと待って、これさ、なんか取ったよね。装備はどこで買えるんだ、アパレル、これか。おおおお、カジュアル服、カジュアル服やってみる。おお、かわいい、いいね、ルカちゃん似合ってるよ、なかなか。ハイウエストのね、今風だね、ちょっとレトロな感じでね。うい、
うい、結構相手、結構取った。綺麗な黄褐色スーツ、お、かっこいい。エージェントみたいじゃん。やっぱあれかな、カジュアルかな。